スタの七重菜とテンション上げ、こんにちは、ほのぼのでーす。こっちのやばくない？なんかやばい、見て見て、やばい。あ、どうしたどうした、目どうした二重のやつやってるのめっちゃわかんだけど。ですね、本日は皆さん地球グミってご存知だと思うんですけれども、地球グミ今高くて手に入らないじゃないですか。そうなんです。なんですけど、地球グミに似たグミ越級店でですね探しましたら、なんと1個39円で手に入りました。越級店最高。笑ってるね。やばいね。すごい笑ってるね。ということで、その安々の地球グミゲットできたので、そちらを今日は紹介していきます。もうね、何個か動画も出てます。では早速紹介していくんですけれども、なんかすごい謎なグミがたくさんありまして、てか9点紹介何気にですね、ノリノリ番組3回目なんですよ。1回2回目はあのメイクコスメ買った時に、なんかそのコスメ60点セットみたいのをご紹介したんですけれども、まあ、それも激安で、コメント欄ではそれね、虫のうんち入ってるよとかあったんですけど、今回もですね、激安なので多分ね、コメント欄に無常うんち入ってるよっていうコメントあると思うんですけれども、買えただけ嬉しいし、パキっていうのができるので嬉しいっていう気持ちが、やまやまなので、そのようなコメントは、ないでありがたい。え、ない方がありがたい。はい、そうですね、ごめんなさい。しかも私たちこれもう食べてるんで美味しかったんで、はい、フンとか入ってないです。そうですね、のんちゃんのフンは入ってましたけど。え、はい。で、ノエの番組ちょっと前にいちごグミっていう、その本物の会社から出てるパリみたいなやつだよね。ね、本家のいちごグミをももかちゃんからいただいて食べたんですけれども、あとはキューンのあの撮影の時にそういただいたもので食べて、それをショートでアップしたんですけれども、やはりですね、すごく人気で、その動画がやっぱね、面白い動画を届けたいということで、ちょっとね、ショートの動画用に今回たくさん買いました。なんとですね、計150個買いました。虹色の動くし。ということで、まあ、早速紹介していくんですけれども、今回はもう見たことないような地球グミを、ね、ご紹介いたします。まずこちら、ででん、スパイダーマン、スパイダーマン、君と一緒にスパイダーマン。こちらですね、スパイダーマンのスパイダーマングミなんですけれども、こちらは全部で4種類ありまして、地球グミっぽい青とピンク。赤だな。あ、赤だね。スパイダーマンだもんね。しかもさ、これどう考えても、まあスパイダーマンなんだけど、スパイダーマンって言っちゃいけないじゃん、多分。なんかクモクモって書いてあるから、多分中国でスパイダーマンって読むみたいな。読むんだろうね。で、あと緑と黄色なんだけれども、これ色の配分が結構バラバラで、だから青が多いのか赤が多いのか緑が多いのか分かりませんけれども、黄色もバリ少ないんですよ。ちょっと赤っていうか分かんないんですけど、うん、こう目つぶってハッってやって、うん、この青色が出るまで食べれないとか、そういうのやったんだよね。そうそうそう、もう開け落とすな開け落とすな。これが一つ目なんですけれども、あの見たことないようなグミをですね、今回チョイスいたしました。スイカグミとか、てかいろんなニコちゃんグミとか、パンダグミとか可愛いのあったんですけれども、今回は3種類、まあまあとりあえずこちらスパイダーマングミで、続いてがこちらですね。これは多分本家とかないと思うんだけど、確かに地球グミあるなら宇宙グミあっていいよねっていうことで、多分宇宙グミってあると思うんだけれども、私初めて見ました。これでもなんか請求系列ちょっとなんか仕事みたいな感じ系列みたいな。で、こちら1個1999円なんですよ。なので安いよ。地球グミだってアマゾンで調べたらこの50個入ってるの1万とか2万とかするの。なんでこれ1つで考えると1球ですね、 39.98 円なんですよ。まあだから40円ってことですね。なんか最近原宿とかにもですね売ってるみたいですよ、この1つずつで100円とか。そうで、クレーンゲームとかでもよく見るのよ、100円で1個取れるみたいな感じのやつ見るから、もうそう考えたら全然安いですね。で、こちらも50個入って1999円。これはね、なんか柄はよく分かんなくって、いろんな柄があるんだけれども、中のグミは赤でございます。こんな感じのとか、なんかいろいろ柄があるんだけど、何種類あるか分かんなかったよね。これお、潰した潰した潰した。やってみてください。あのさ、歯じゃなくってさ、手で何秒でできるかみたいな。そうだね、あ、それもやろう後で。で、今日はどっちが早くできるかみたいなね。今日は最後にですね、あのショートで撮った動画をここで全部公開しちゃいたいと思います。皆さんね、地球グミとかもねパキッてしている動画好きだと思うので、はい、見せますね。で、ラストこちら、ウルトラマン、ウルトラソルフェイ。で、私これ3つ頼んだんだけど、まさかの最初に2個だけ届いて、これが全然届かなかったので、メールしたら、メールしたんだ。そう、メールしたら届いて、
これめっちゃ桃の匂いする。しかも見て、なんか変な、開けてみていい？どう考えてもね。まだまだまだ。ってことで、こちらも50個入って完全に出てきてるんだよね、中身が出てきてるとかあります。大好きだっていう歌目、これも50個で、これとこれは結構食べたのでもう50個以下なんですけれども、まあそんな感じで今日は紹介したいと思います。じゃあまず普通にこの動画用にパキパキしようか。でこれもいまだに何味か分かってないっていううちら。でも桃だよね多分これね。なんか匂いはめっちゃいい匂いする。私ね一番好きなのはこれの味が一番好き。マジでスパイダーマン、なんかスパイダーマン食べた。じゃあ私今日これ、え、それはさ、あと一緒に食べる。あと、じゃあ まずじゃあ2人でこのスパイダーマンやろう。せーの。手でやるの？じゃない、歯でやろうよ。いくよ、私からいきます。うん、もうこれパイナップルの匂いする。こうどんだけ着色料使ってるってぐらい黄色いやつです。いただきます。うん、おいしい。パイナップル、これあ、これは美味しいわ。え、ソースが美味しい。いや、ソースはあんま美味しくないけど。そう、ソースめっちゃ好きなんで。周りのあれが美味しいかもしれない。すごい味だ、これ。結構すごい味だ。開けよう。回し方超雑なんだけど。これはもう赤なんで。あ、じゃあ、ほのちゃんから行こう。でも本当にさ、できるんだけども、メイクマジかなんだけど。手で。汚いね、これ手でやっぱ。そう考えると歯の威力って強くね。わかんない。え、なんで。でも見てて、すごいね。めちゃくちゃ匂いじゃん。おえよ、すごい匂いだ。私ね、チキングミとかあんま好きじゃないって言っちゃダメだけどね。苦手な人もいるよねって話だよね。はい、こちら赤です。ではいただきます。さ、このこうやって開けるのがいいんだよ、のんちゃん。うん、ねえ、聞いてる？え、入ってないかな、これ入ってないんだけど。最初にね、このね、あ、ソースを食べるのが好きだ。あ、ソースを食べるね。すごい。ほうほう。ということで、ラスト、これを初めてうちで食べます。スパイダーマン。あ、ちゃうちゃう。なんだっけこれ、何マンだっけ。ウルトラマン。これは桃の匂いがするの。おーい、これも一種類だね。あ、これでも2種。あ、違う、頭が違う、頭が違う。おおおおはぁ、うまっ。半分に割れちゃった。ちゃんとしたレビューしてさ、みんなにさ、おいしい、あ、おいしいかおいしくないか、ちゃんと伝えてあげた方がいい、これは。でも私たちは頑張って食べます。せーの。中のね、ソースはおいしいんだよね。いただきます。うん、あ、これが一番いける。桃だよって言われたら桃なんだけど、頑張れよって言って頑張れたわ。ということで結果、これはあの好む人は好むと思うんだけど、私たちの口には合いませんけど、 YouTube のためにショートのために全部で食べちゃいます。胃袋に運んじゃえば大丈夫。そうなんだよね。だから見てください、今日は三ツ矢サイダーを用意しました。私もそれ後で伸ばして。うん、で、この中で一番いけるのはこれ。これマジこれ、うん、これが一番やばい。え、これが一番やばい。マジ、これとこれが多分同じ味がするんだよね。マジ、これが一番いける。マジで、やっぱスパイダーマン最強。でもチキングミも結構まずかった気がするんだけど、うん、あの好きな人は好きだと思うけど、私たちもちょっとあんまりその、じゃあ TikTok ゼリーも持ってきてよ。 TikTok ゼリーはもうあれ絶対美味しいから、で最後にそれやろうか。じゃあ TikTok ゼリー、はい、今持ってくる。これ本当いろんな種類あって、面白いのがいっぱいあるのよ。もう持ってきてくれた。地球グミ好きな私の友達、あのいつでも連絡して。これ150個あるからさ、うちの学校の友達でもいいよ。どれ食べたかったらぜひ学校で言って。そうそう、前回さ、これさ3種類もなかったよね。何、ね、この形初めて見た。それこれはもう激うまの、私がね、さほのちゃんが大好きな TikTok ゼリー、 TikTok ゼリーってやつなんだけど、じゃあこれじゃあ食べてるシーンお願いしていいですか。これショートで3本とか。あ、 OK。 じゃあ今から皆さんにですね、ショートの様子を流します。この動画、作業動画になってしまうかもしれないんですけれども、ぜひねパキパキしている様子、せーの、どうぞ。じめじめ、今日は普通にスパイダーマングミ食べたいと思います。え、何の3人？私のキャラ、目の。あ、目だね、ちょっとね。はい、では私からいきます。あれ、内側じゃない。さあ、どんな味なんでしょうか。うわ、本当だ、汁が出てきた。じゃあ、いただきます。何？今日はこちら、ウルトラソウル。
完全に譲らないんだよね。でもこれなんて書いてある？しかもね、これはね、謎にここまで凝ってるの。いける。その割には、パンパンに入ってるの少ないし。それも。では、いただきます。何味だろう？怖い。あ、え？え？内側で開いたんだけど。なんか餅みたいで可愛い。うわ、見て。ぐちゃってなっちゃった。歯の力で半分に切るの好きなの。どんだけ？こんな感じでちゃんとなんかゼリーみたいなの入ってます。できる。おーい。おーい。食べてる食べてる食べてる。ではいただきます。いただきます。うん、宇宙へ飛んでっちゃおう！ゆうグミのコーナーがやってまいりました。今回はこちらの地球グミというか火星グミというか土星グミというか宇宙グミ。宇宙グミ。ありがとう。いいよ、食べよう。なぁ。あ、まただ、私、こっちから出た、君たちから。あっ、オーマイガー。オーマイガー。私もやってるわ。いただきます。いただきます。おー、上手。ぶどうの季節、こんにちは、ほのぼのと、なのです。それでは私は今回こちらを食べたいと思います。いただきます。おー、上手。ちょっと前に、ほのぼの、これ、キャーってやったのよ。うん、見ようと。激横だよ。しかもそれ、カメラ回ってないでやってんだよ。ありえないんだけど。宇宙グミを5個用意いたしましたので、じゃあほのぼのぬのんが何秒で開けれるのかというのをタイムで競いたいと思います。じゃあまずぬのんからいきます。よっ、どん1個。あれ、ダメだよ。あ、5個。あれ、2個。あれ、3個。あれ、4個。あれ、28秒約30秒。結構かかるしさ、結構疲れる。あ、これが後で美味しくいただきます。ほのぼの、よーい、スタート。あ、内側だ。内側ね、NG。 内側 NG。 ねえ、内側 NG だっちゅってんだねえ。内側あとモニカ、モニカ、モニカ、内側があったから。よしよしよし。あら、もう一個。内側が来たから。ねえ、なんでラスト。あ、あ、やばい、31秒。待って。やばかった。ということで、食べよう。はい、食べます。そのもの34秒とか、目的にさ、内側はちょっとないよね。なんか、ほんと、いいわ。いただきます。いただきます。第2回、地球組どっちの方が開けるの早いの兄弟対決ということでですね、ちょっと前にこちらの、顔でなくなりました。食欲なくしました。どれでもいいその話。ちょっと前にこちらの宇宙組で、どっちの方が早く開けられるか選手権やったんですけれども、今回はこちらのウルトラマン組で、どっちの方が早く開けられるか選手権をやりたいと思います。ウルトラソウル、ヘイ開けてから、だから6個用意。では、構えます。そして、ガガギャーズ、ウルトラソウル、ヘイ !2、1号分の、パ、最悪。はい、3、4、5、ラスト。はい、早い。何してるの？何刻んでるの？え、27秒37分。27秒37分ないね。そして、ガガヤクウルトラソウル。そして、ガガヤクウルトラソウルだ。そして、ガガヤクウルトラソウル。はい。うわわわ、すっごい出した。早っ、早っ、やばい。早っ、早っ、早っ、早っ。早っ、早っ、マジ。おー、よっしゃ！違う、来ました。おー、頑張れ、頑張れ、頑張れ。よし！27秒 7.1 でございました。ということで、ほのぼのさんの勝利。私も大好きな TikTok でいただきます。ぶっかけてやるからな。やめてよ。本当にやだ。ちょっとやってない。何してんの？一応早くしてよ。 ASMR じゃないか。何してんの？もう当たり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 。おいしい、嬉しい、楽しい。第3弾、チーグミみたいなグミ、どっちの方が早く食べられるの選手権。じゃあこちらはですね、手元に5つ用意して、秒数を測ります。で、どっちの方が5個早く開けられたかっていう選手権でございます。で、YouTube 的に、こう、内側にありしますのは Twitter となりますので、はい、ご了承くださいませ。はい、じゃあ、バイバナン、スパイダーマン、はい、みんなのスパイダースパイスタイト。わかりづらいな。はい。どうしても内側に開けたくないみたいなさ。はい。はい。サクサクできました。27秒。ハマモの挑戦、よーい、スタート。頑張れ。もう内側に開いてますけど、お兄さん。ダメですよ、内側で。なんで？ダメダメ。ちょっと待って、圧力考えてみ。そう！上手！上手！よし、さあ。ラスト。あ、ダメだ。あ、そう。はい、35秒。88。あ、で、巻きすぎじゃない？うん、巻きすぎ。え、今度リベンジさせてください。ここで働かせてください。第4回、10グミ、どっちの方が食べるの早いの選手権ということで、数々のグミで早く食べれるか選手権やったんですけども、最後は、こちらの3つ、自分でカスタムで選んで、それだと思います。じゃあ、ムーンを選びます。スパイダーマンって、じゃあこれ2個。と、ウルトラマンがね、なんか結構開きやすかったから、3つウルトラマンにします。そして、ガガヤクは？はい、1、ほらね、スパイダーマン開きやすいの。一応これなんだ、ウルトラマン。あ、内側になったら、もう1個プラスね。はい、ちょっとめっちゃ。はい、じゃあ内側なんだよね。決まりやすいんだよね。はい、考え。はい、あ、回り
史上一番早い。やっぱウルトラマン書きやすいこれ。いや逆に私はウルトラマンじゃない。ってことでほのぼのはスパイダーマン3つと宇宙組2つとウルトラマン1つ選びました。よーいスタート。お上手。すごいなんかすごいオニオンって出してる。上手。はい、はや、はや。頑張れ。いける。え待って、もう世界チャンピオンいけんじゃない。頑張れ頑張れ。おー前だね。上手。はや。え今回バリバリじゃん。すごい。やったねー。ということでほのぼの勝利でございます。やったー。15秒29秒でございます。はい、ということで見ていただきました。いかがでしたでしょうか。今後もね、TikTok ゼリーだったりとか、あとこういうちょっと地球グミ系のパキパキする動画、ショートをたくさんアップしてきますので、楽しみにしててください。ということで、また今度、9点での購入品紹介見たいよと思ったヒート、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。私も9点で、このグミ買ったよってヒート、ぜひよければコメント欄に書いてください。味どんな感じだったかっていう。はい。結構正直に。はい、正直に書いてください。正直に書きなさい。私も地球グミ苦手だよってヒート、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。私、地球グミ苦手だけど、TikTok ゼリーは好きだよっていうヒントをぜひコメントに書いてください。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。キャバ、バイバイちゃん。